戸部町は愛媛県の中予地方に位置する町である。200年以上の歴史がある伝統工芸品、戸部焼きで有名。松山と高知とを結ぶ国道33号が中間する交通の便と変化に富んだ緑豊かな自然により、松山市のベッドタウンとして宅地開発が進んでいる。住んでも訪ねても生き生き、戸部をキャッチフレーズとしていたが、新町になってから公募による。 清流と、ホタルとべ焼とみかんの町をキャッチフレーズとしている。全国的に、とべといえば、トベとべ焼の町と、知名度が高い。アートの里プラン21や、ホップステップとべといった超総合計画で街づくりを、進めている。旧広田村時代の同地域の歴史については、広田村の記事を参照のこと。古代インヨドは、 東庁富山さんの砥石を指すものと考えられる。中世近世近代新町跡、旧戸部町、新戸部町伊予市、伊予郡全体での合併を、旧伊予市等は望んだが、幹線道路が、戸部町、広田村は、国道33号、国道379号、伊予市他は、国道56号とことにしており、早い段階で、伊予市、 伊予郡全体での合併構想から離脱し、一町一、村での合併の道を選んだ。旧広田村は、圧倒的に人口が少なく、国道でつながった旧、戸部町についていく以外にない立場であった。広田村から、西隣の旧、中山町に行くには、車の離号も、スムーズにできかねる峠道を行く人があるなど、相互交流という面でも難がある状況であった。 当初、前町長が旧広田村との合併を提唱したのに対し、町民からは松山市との合併を望む声が高く、町民からのリコール、現町長との選挙により、前町長は落選したが、その後の町民への合併希望では、旧広田村との合併を望む声が一番高くなり、松山市との合併はならなかった。合併の形式は新設合併ではあるが、 実質的には、旧、戸部町による旧、広田村の九州合併であり、合併協議自体はスムーズに運んだ。近隣の東恩市と同様に、旧戸部町は、林市町から移り住んできた人ともともと住んでいる人が半々であり、合併の議論の時にも、新住民は松山市、旧住民は旧広田村というように分かれ、町を二分した。 国の機関圏の機関松山市のベッドタウンであり、表面的な産業の立地状況以上に経済力がある。松山県の一部である。伝統的特産品として、とべ焼きが知られている。人口増加が続いていたが、2005年には自然源に転じた。増加ペースでは同じく、松山市のベッドタウンとして人口が増加している、まさ町をしのぐほどであったが、 やはり四国でも屈指の人口密度を誇るマサキ町を越すことはできないでいる。ちなみにマサキ町の人口密度は戸部町よりはるかに高いがマサキ町も2005年度は人口が自然源に転じた。同年度で人口が増加したのは松山市だけである。以降増加に転じる。広田地区が合併前と比べ10%以上人口が減り、 サビれる一方で、戸部地区は人口増加している。2010年度は、広田地区の人口減に伴い、人口約400人減となった。近年、旧戸部町域で公共下水道が整備されつつあり、2011年度一部、供用開始する。大学専門学校高等学校中学校。 小学校山村留学高市地区の過疎化が進む中、全国から小学生を受け入れ、地区の人が世話をする。自然が多く、様々な体験ができる。山村留学が全国でも成功した例であり、視察に訪れる。松山市と結ぶ交通の確保に注力してきているが、国道33号の松山市内の区間が慢性的に渋滞しているため、 鉄道や LRT 等の導入構想が何度か民間団体等により発表されたが実現に至るまでの膨大な資金の確保の目途が立たないためいずれも構想倒れに終わっている。なお、かつては重信川を挟んだ松山市の森松町まで鉄道があったことから鉄道系の交通網の復活が望まれている。道庁に鉄道は通っておらず最寄り駅は 伊予鉄道の松山市駅あるいは伊予立花駅。後述の路線バスは松山市駅を始発とし、伊予立花駅を経て、戸部町内に向かう。伊予鉄バスにより、戸部地域の戸部焼伝統産業会館、戸部動物園までそれぞれ日中毎時2本程度バスの運行が行われている。愛媛県総合運動公園で大規模なイベントが開催される場合は、 松山市内まで臨時バスが運行されることもある。広田地域へは、合併時点では1日二本のみの運行だったが、2010年3月、限りで廃止され、2017年現在は、公共交通は存在しない。あらかじめ申請した住民に限り、スクールバスに乗せてもらう形で、町の中心部と行き来することができる。現有路線1980年の相対を控え、 国道33号バイパスの整備が行われるなど、松山市と結ぶ道路の整備が進んだ。その後の自動車の増加などにより、国道33号と県道23号伊予川内線との10丁交差点の朝夕の渋滞が激しいため、立体交差工事が進められており、2006年3月22日に片側暫定供用を開始した。二千七年供養開始。 国道33号から町内で分離する国道379号は、戸部地域と広田地域とを結ぶ、唯一の幹線道路であるが、旧町村境の上尾峠北斜面の区間が、境愛であり、2006年現在、愛媛県により整備が進められており、光景は一変しつつある。なお、同国道の旧、広田村内はほぼ高速道路並みに、整備されている。 旧小田町川についても、かつては境愛であったが、ほぼに車線で整備されており、上を峠北斜面の不備ぶりが余計に目立つ状況となっている。高速道路戸部町内には、松山自動車道が通っているものの、インターチェンジはない。最寄りの IC。 松山自動車道13松山インターチェンジ一般国道主要地方道一般県道道の駅跡鉄時境内愛媛県立戸部動物園ウォーターストリートのペンギニ広場ありがとうございます